はいみなさんこんにちは教育卓下店ヒラと申しますはいフラウダはい森立です急に呼ばれたんですけど僕がねはい違う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 でしょ急に呼んだんでしょんですかはいあのただ闇の件ちょっと世間にざわついてましてはいそうでしたねはヒラナさんも動画上げてましたねはい上げましたけどなんですか黒幕がどうたらまあ結局どうなってんですかっていうどうなるんですかっていう話を結構聞かれるんですよはい今後どうなるのかっていうの あ、こうしてほしい。え、何でもいいです、何でもいいです。情報ください。結局、タダたビは、結局、どうなるんですか。いや、まあ、売られるでしょうってことですね。売られるってことは、買う人がいるってことですね。業務売却でしょうね。事業が売られる。会社ではなく。ってことですね。まあ、事業が。ありまはい。っていう形になるのは、まあ、普通じゃないかなって感じです。誰が買うんですか。いや、まあ、手を挙げている人たちの誰かが買うんだろうなってことですね。まあ、わかんないですよ、本当に、それは。 なるほど誰が手に入れるのかは知らないですただ、まあ、手に入れた後に誰が運営するんだっていうことですよねああまあ確かにそうですねだって運営できないと YouTube のねチャンネルって運営するのめちゃめちゃ大変ですからそうですね、うん、普通のなんか人がいきなりやれって言われてできるもんかっつったらできませんでしょうね、うん、間違いないと思います、ね、それぐらい大変だと思いますよコンテンツを上げ続けるのも大変ですしいろんなやんなきゃいけないことありますからね動画が出るまでのプロセスってなのでまあ それができる人がいるとこが買わないとあんまり意味ないんじゃないのとは思ってますけどねあのなんか細井先生のツイッターに、まあ、メジュッケイトの方ねはい <laughs> いやいやまあまあ違うんで2つ 2> <laughs> ドラゴン細井とメジュッケイト TV は別ですか <laughs> あま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 あ、まあはい、そうですね、うん、がなんか買うみたいなあまあまあお金はありますからね細井さん自体はあれ本当ですかいやわかんないですよそれは本当に買うのかは不明ですただだから,だから 誰かね知らない人の手に渡るぐらいだったら、うん、まあ細江さんの方がいいかもしれないし基本的には僕がちゃんとそのね動画を守れる状態動画に触れられる状態のところに買ってもらうのが一番だと思うんですよね一番嬉しいですよね、うん、生徒のためにもなりますしねその方そうがそう,そ,うそ,うそういう感じで動いてるんですけどもし横から全然知らない人がどーんと出てきたらそれは困るんで。うん あーなるほど、まあ、全然違う会社がうちは買うとか言い出したらまたそれはそれで自分の動画の扱いがどうなるか分かんないから困りました全然知らない会社のね宣伝塔みたいになっちゃったら困るんで確かにそれはそれで困るのでそこはちょっと考え物んなんで、まあ、もしどこかが金の暴力を振るってくるんだったら <laughs> なるほど <laughs> そしたらもうね 細井先生という金の暴力のねえ猛者 <laughs> で対抗するしかないのかもしれないっていうのはまだ分かんないですいろいろ話し合いとかが進むと思いますでなるほどじゃあ細井さんが買うでいいんですね違う違う <laughs> 違う違う <laughs> 違う違う分かんないまだまだまだ分かんないですあじゃあもしかしたらそのワンチャンソフトバンクの孫さんがうちは買うわっていいっないわな,ない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 そんな価値ない <laughs> そんな価値ない自分の動画って僕だけじゃないですからもちろん、はい、もちろん知らない人たちの動画いっぱいありますからだって相手にしなきゃいけない人いっぱいいるわけですからねそれだけそんな面倒くさいことねうん、のはないと思いますけどねわ、はい、かりましたえじゃあその細井さんが買ってくれた場合は森田先生は、うん、だって知り合いなわけじゃないですか、うん、はいそうですよもちろんだから自分の動画はまた出すとかもできるわけですか ああ、そういうことですかまあまあまあそれはできますよねもちろんだって管理してくれてる人が CI なんだったら出しやすいしまあそうですねさん逆に今出てる動画でちょっとこれまずいなみたいなのは引くこともできるわけですよね、うんうん、そうですねじゃあそういうことも可能になると、うん、可能性としてはありますねじゃあ一番いいじゃないですかそれでいやわかんないっすよでもちょっとわ <laughs> からないの多いんですよ 事業買収そんな簡単なことじゃないんでそななな簡単なことじゃないし絡んでる人がいっぱいいるわけでその人たちの意向を無視せて「はい細井さんドーン!」ってできるかって言ったらそうはいかないんでこれはいろんな人がいますからいろんな人たちが納得する形にしなきゃいけないですから,から今は納得する人が多いところがまあ買ってくれたらいいなってなってるまあなってるなってるけどそこに納得してない人がいるんですよ。 全会一致みたいなのは、うん、そうそういう状況なんですよ今だから。で困ってるっていうのはそういうことです。みんながが納得する形のの着地点っていうのがないまあそれは見つけるのは不可能ですからね。うん、ただ指が結局、まあ、なるべく大多数の人にとっていい形で、うん、かつそのなんか「ただ指がなくなるから授業動画がなくなるんじゃないか」みたいな、うん、それで困ってる塾があるっていうのも来てて。はいはい 使ってたみたいなうん、うん、その教材として YouTube の動画とかを使ってて「うん、ただ読みなくなったら困るんだけど」っていう実は相談も来てたんですよ。はい、でどうなるんですか平野さんみたいな「知らんわ」みたいなこと言ってたんですけどとりあえず一旦動画は「大丈夫そう残りそう」っていうことでいいんですかいやどこかだって全然知らないところが買って「いらない」って言っちゃったら全部消えますあ<ー>そのね二十何万のチャンネルだけが欲しいだけで。 別に授業道具なんかいらないっすよっじゃあわかりましたじゃあ仮に細井さんが買った場合は大丈夫そうですねまあ消さない細井さん側は消さないでしょうねただ講師側が嫌ですって言ってああなるほどなるほど消してくれっていう可能性は全然あるわけでなるほどじゃあ森田先生は個人的に細井先生はもし買って動画出てているんだったら動画は下げ、うんうん ないですか。ですですよね。まあそれは知り合いですから下げないですよね。信頼もしてると思いますんで。じゃあおそらくモリタ先生の動画はまあ残るということでわかりました。誰のが残るかわかんないですかねその場合もね。まあまあもちろんそうですね。全員が残るってわけでもない。その可能性が高いんじゃないかなと個人的には思ってますね。これあの無編集で出すんで。いや無編集は困る。無編集は困る。やめてくれ。はい。あの結局何が起きてたんですか。ごたごた。 えー、いや多すぎちゃってどのゴタゴタから言います <laughs> じゃあ一番う、うん、じゃあソフトのやつからハードのやついやいやいや難しいわいソフト中間ハードいや多すぎちゃってソフト中間ハードも多すぎるじゃあハードハードハードですどれも多いからまあまあとにかく、まあ、講師に未払い状況というか、まあ、まあ講師にちゃんと支払いをしますよって言ってたくせに勝手に全部赤字にされてて内緒の経費たちで。 っていうのののがまあまあ一番の最初の問題点ですよね経費を使い込んでた人がいたと、うん、それでまあ搾取されてたとみんな、うん、それがまあ一番の問題でしょうね結局ただ読に出ることがあなたのブランドになりますよっていう、うん、まあいわゆる搾取的なので運営がされてたってことですねずっと、うん、そうで、ね、そうでそのお金を使い込んでた人がいたわけですね契約書上はねほら問題ないでしょって言ってきて本当、うん、問題ありなのにでも僕と宋先生の契約書から書き換えられてましたねもう後の人たちは ちゃんと消えてました合意された経費をっていうもう文言消されてたんであなるほどじゃあ森田先生と総先生はその,その経費がちゃんと適切に使われてるかどうかを見える契約だったのになのに合意とかなかったですかね何の接待交際費ですね、はい、接待交際費だったりとか人件費だったりとかむちゃくちゃでしたからねいろんな人が入ってきていろんな人のお金使ってましたからね、うん、森田先生と総先生生とよりももの方はもはやもう そのの会社経営に一切口出しで合意されたみたいなのはなかったですね、みたいな。契約書がすべてなんで、まあ仕方ない部分はありますけど、それだと思い出せんせは、そこの契約書にそういう文言があったんだとか、介入する余地っていうか、してもよかった、違法ですよ、そうですね、してもよかったわけだと思いますけど、そういうことが大きな原因じゃないですか、崩壊の。なるほど でで <laughs> あとはであとはだからいろんな事業に手出しすぎたあああの会社ですねそういろんなことやりすぎてでコケるにコケまくってで日も幸もいかなくなったって感じですねいろんな事業にん手を出すってことはまあそもそもたどえびが収益化できてなかったってことですよね、うん、そうそううまくいってないからって言ってじゃあこれやろうあれやろうみたいにやってことごとくコケたまあじゃあ会社の経営の問題だったと。うん なるほど他になんかハードなやつありますかいやまあその2つプラスあとはもうやっぱ嘘つきだらけだったってことですね <laughs> はいかもうんかもう根回し根回し嘘つき嘘つきみたいな人たちの集まりだったんでだからそれでまり、うん、集まりです <laughs> 何人いたんですかつきだらけだからわかんない何人,もう何人かなんか分かんないですよもうそれぐらいたくさんいますこう報告も嘘報告もしないとか そういうのがあまりに頻繁に起こりすぎてて。だからもう。人を信じられない状況になってましたね。いろんな人が。ああ<ー>。僕だってね。悪者にされたのは嘘を吹き込まれてたからですからね。最初抜けた時、なんか言われてましたもんね。それ、うん、もだから、僕。勝手に抜けたみたいなそう。僕が本当のことを言ってるのに。僕が言ってることは嘘だっていうふうに。吹き込まれてたんで。嘘、見ましたよ。そういうのとか、そういうふうに言われてるのを見てたんで。うん、そうなんです。 いや僕は森田先生がら聞いてたのが、うん、まあ合ってると思ってたんで世間が森田先生の線にして急に勝手に抜けたみたいなこと言われてるから、うん、うわーと思って、うん、いや,ちいやもう森田先生の話だとち違うんだけどなって思ってましたけどもうもう,もう嘘まみれでどれが真実かどれが嘘かわからないみたいな本当そ,そ,そ,そんな感じでしたよめちゃくちゃ上の中がぐちゃぐちゃ仲悪い人たちの集まり。 みたいな感じ <laughs> でも結局じゃあ一番悪いのは誰なんですか一番つけらんないそれでも細井さんの動画出んのかな3本目ランキングつけてんのあるわ <laughs> 3本目出るかもしれないけど <laughs> ランキングつけてたわ誰が悪いってなるほどそれが出たらわかるかもしれないですけど <laughs> 計しなかったのも悪いし嘘をつきまくって根、ね、回しした人も悪いですね、はい、だから 基本的にそのなんか正義と悪に分けることなんかできないと思っててまあまあまあそれ,れあ見てもそ悪ばっかりじゃないですかあんなのも、悪, <laughs> 悪の集まりじゃんあんなのねそんなもんですよだから会社の中でこの悪人たちまあアウトレイジの世界ですだから悪人たちがやってるから誰がうん悪いって言っても搾取してる側だった人たちはまあ悪いよねっていうふうに思ってます じゃちょっとここピー入れますけど結局何だったんですかうん最低な人間。ということでした。じゃああとは細井先生の方で。出るか分かんないけどね。かなり危ないとこまで話したけど細井先生の動画出てたらガイルが貼っとくんで、じゃあそれ見てください。いやだってこれよりも危ない話失敗したもん細井さん。ということでした。じゃあありがとうございました。応援してください。ちょっとなんとかいい。 形になるように、うん、動画残せるように頑張ってください。よろしくお願いします。